あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。怖くなんかないぞ。飛行士もいるんだ、手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。やったぞ。頼んだよ。了解だ。人を追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。戻るぞ。了解です。なんだあれ、早すぎる。
僕も死ぬ、殺される。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。巨人霊班が襲われている。助けないと。怖くなんかないと。頼んだよ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。助かった。俺は本体へ伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。僕だってやってやる。頼んだよ。ああ、任せた。落とせたぞ。右翼は巨人の集団に襲われて壊滅した。
奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。怖くなんかないぞ。負けるもんか。ダメだろ。負けるもんか。なぜ巨人がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。巨人が出現しました。なんとかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。分かった、先回りして罠で足止めする。口頭伝達です。右翼索敵、壊滅的打撃。分かった、増援を出す。陣形を崩されるな。飛行士か、仕留めるぞ。してんのか。まずいな。やったぞ。このまま奴の注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。負けるもんか。ダメだよ。僕だってよ。巨人が邪魔で補給物資が運べないよ。補給班だ、助けるぞ。迷惑かけてごめん。助かった、本体からの補給物資だよ。あんたたちも使って。迷惑かけてごめん。機能してない。武力は何してる。少しでも戦力が欲しい。あの班にも加勢を頼んでみるか。ダメだよ。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら武力にいたはずだ。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。ある巨人が現れたんです。足止めしないと陣形が壊滅します。なんだって。よし、俺たちが罠を使って止めてやる。やったぞ。ダメだよ。
よし、時間稼ぎは十分だ。急いでこいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。こっちだ。